ミュークルドリーミー、これまでのお話第2回ね。こんにちは、日向ゆめです。ミュだよ。ゆめちゃん、今回もこれまでのお話を紹介するの？そうだよ。前回の動画では私たちの出会いとお友達を紹介したよね。みんなとっても仲良しにゃ。そしてなんと新しいお友達もできました。ミキワちゃんは山梨から転校してきた女の子で、運動神経抜群、天文学や生物にも詳しいんだよ。トキワちゃん、人気者みゃ。そして2人は私たちと同じドリームパートナー。よろしくね。ドリーミーメイトのねねちゃんだよ。ねねちゃんは夢占いが得意みゃ。おはよう、トキワちゃん。ゆめちゃんにマイラちゃん、おはよう。ことこ先輩、おはようございます。たくさんお友達ができたね。うん。そして楽しい夏休み、みんなといろんなところに遊びに行ったな。花火大会みゃ。マイラちゃんのおかげで新しい浴衣も着れたしね。ゆめちゃん、かわいいみゃ。みゆちゃんもだよ。花火、とっても綺麗だったみゃ。そしてもちろん遊んでるだけじゃなくて部活もしっかりやってます。ミュウちゃん、今の聞こえた？ユメちゃん偉いにゃ。ユメちゃんまだ戻ってこないにゃ。朝から夕方まで頑張ってるわね。でもその合宿で朝日が森村さんに告白されているのを見ちゃって、私南川くんのことが好きです。え？だから私と付き合ってもらえないかな。夢で見たのと一緒みゃ。なんだか心がモヤモヤしちゃったんだ。なんだろうこの気持ち。みゃみゃ、夢ちゃん大丈夫？というわけで改めてゆめちゃん誕生日おめでとう。でもね、みんなが私のお誕生日をお祝いしてくれたからとっても楽しい合宿だったんだ。よかったね、ゆめちゃん。夏休み中は他にも肝試しをしたり、お化けさんとお友達になれたにゃ。時はちゃんの双子の弟くんたちの悩みを解決したり、みほんカッパさんびっくりしたね。おかえり。プチトマトの怪人に追っかけられたり、ミュはユメちゃんがプチトマト食べてくれて嬉しかったみゃ。夏休み中もユネたちが懲りずにやってきて大変だったけど、なんで俺っちの花火じゃなくなってるにょい。とにかく遊びに部活に充実した夏休みでした。ゆめちゃん、宿題はやってなかったみゃ。そんなこんなで夏休みもあっという間に終わっちゃったな。とっても楽しかったみゃ。なにこれ、うちのクラスの上履きが床に全部ぶちまけられてる。いつも通りの楽しい学校生活なんだけど、学校に妖怪が出たって。誰か来たみたいね。忘れ物取りに来たんなら鍵開けて入ってくるやろ。すまないよ。妖怪さんの正体はユニくんたちみゃ。今回はユニくんたちかわいそうみゃ。そうなんだけど、なんで学校に潜入したのかなって思ってたら、ちひひひひ、そうやすやすと新しいぬいぐるみがすでに拾われてるだなんて言うわけないにゅい。軽々しく言わないつき。え？
拾ったのは身近にいる男の子じゃないかなんてことも口が裂けても言えないにょい。ゆめちゃんの近くの男の子って言ってたみゃ。この時はまだ誰かわからなかったよね。新しいドリーミーメイトに早く会いたかったみゃ。新しいドリーミーメイトを探しつつもやってきました。学園生活の大イベント、文化祭。わー、みんな盛り上がってるね。葵先生も大張り切りだね。私たちのクラスはモグラ叩きをすることになったんだ。みゃー、アサヒくん、モグラさんの格好似合ってるみゃ。おー、待っとったで。君やない、お客様への挨拶や。こんにちは。そして文化祭当日、とっても楽しい感じだったんだけど。葵先生が大変なことに。中止だ、中止。スーにお任せです。肉球認証パッチンです。やっぱりユミ君のせいみゃ。せっかくの文化祭もユニたちのせいで台無しだよ。ユミちゃん、うん。アンダーザグラウンド。うん、みゆちゃん、みゆ、ミュークルステッキ、みゆ、素敵な夢を見れますように。夢の力よ、集まって、輝け、ミュークルステッキ。この時、初めて浄化できなかったんだ。みゃあ、それに、あの仮面の人は誰みゃ？わかんないけど、今回ばかりは本当にどうしようかと思ったよ。でもそんな時は、女王様みゃ。うん、うん、なんで朝日がいるの？俺もわかんない。てか、ここお空の上のミラクルドリーミー王国さ。にゃあ、ミュータイヤ。ボンジュール、レイだよ。女王様、アサヒが仲間なんですか？ゆめさん、伝えるのが遅くなってしまってごめんなさい。まさかアサヒだったとは、びっくり。なに？ウィー、正式な名前はレイドリシャール、愛の国の王家出身の選ばれし王子さ。レイ、なんだこの展開。ウィー、トントン拍子だね。人生はケセラセラさ。そしてアサヒ君、あなたとレイの使命はブラックアビスの広がりを止めること。詳しいことは
レイの持つ説明書に書いてあります。女王様、それについては何も書いてある通りにすれば。みゃみゃ、ステッキもパワーアップしたよ。ミュークルステッキをパワーアップさせる方法。ミュークルステッキ？私持ってるよ。でもミュークルリンしないと見せられないみゃ。うん、そう。うち見たで、夢の中でゆめちゃんが持ってためっちゃマイラブのステッキ。私も見たぞ、すごく可愛かったぞ。それで朝日くん、続きは？あー、はい。今まで集めたいろんな色のドリーミーストーンをミュークルステッキにつけると新たなパワーを手にすることができます。ドリーミーストーンならうちに帰れば。ああ、ここにあるみゃ。え、すごい、みゆちゃん持ってきてたの？昨日からカバンに入りっぱなしだったみゃ。出ましたな、これがドリーミーボックスか。初めて見たわ。ゆめちゃんと一緒にこんなに集めたみゃ。で、朝日くん、その続きは？ああ、はい。ドリーミーメイトに霊が加わり、5人のドリーミーメイト全員が心を一つにすることでミュークルステッキはさらにパワーアップします。よし、パワーアップして葵先生のブラックアビスも浄化してみせる。ゆめちゃん、うん、よし、この後は霊たちも一緒に。ドリーミーボックス、ドリーミーストーンはこんなかや。ミュークルステッキにドリーミーストーンをくっつけるにゃ。その前に大事なものだからござを敷いて、ドリーミーストーンいっぱいね。おいおい、どのストーンはめたらええんや。こういう時はトリセツですです。ドリーミーストーンはそれぞれに様々なパワーがあります。みゃみゃ、状況に応じてストーンを選択しステッキに装着してください。状況に応じて？この状況だとどのパワーがいいんだ。ずいぶんな無茶ぶりやな。アッパー、あ、マイラとペコのギャグを。ドリーミーストーン、素敵な夢を見れますように。夢の力よ、集まって、輝け、ミュークルステッキ。みんなの心を一つに、ミュークルスパークル、くるくるドリーミー。うわー、できた。葵先生を助けてあげられてよかった。みゃー、これからももっともっとドリーミーストーンを集めるみゃ。うん、頑張ろうね。それにゆめちゃん、なんとお空の上の女王様がミラクルドリーミー王国に招待してくれたみゃ。うん、ミラクルドリーミー王国にはお城があって。ゆめちゃん、この続きはアニメを見てのお楽しみね。うん、そうだね。誰のどんな夢に？くるくるミュークルドリー。